爆眼インタースペースにアクセスする人々は爆発的に急増。世界は膨れ上がっていった。爆眼バトルは一大リーグ戦となり、熱いバトルが繰り広げられた。ナンバーワンを目指すバトルブローラーズ。さらに新進気鋭の爆眼バトラーたちも現れた。その名はアヌビアスとセロン。爆眼バトルは今新たなる時代を迎える。マグメルにレイズン。ドラゴ、お前も見たのか。ああ、いつもの悪夢だ。だがいつもより現実感があった。俺もだ。あれはどういう意味なんだ。奴は俺、俺は奴。動乱。大丈夫でございますか。先ほどうなされていたようですが、お顔の色も悪いですし。最近寝つきが悪くってさ、ちょっと寝不足なだけだな、ドラゴ。なあ、いやお前、爆眼のくせに寝不足かいな。あら、情けな。で、なんだよ話って。ああ、爆眼インタースペースでのリーグ戦のことでございます。あんな、お前らなんやかんやでバトル続けて、ようやっとリーグトップになったけどな。なんやマルチョは不安なんやそうや。不安？何事もなければ良いのです。でも、もしまた何かあったらと思うと。わざわざこんなところに呼び出して、そんな話かよ。ブン。そんな話って、そんな話っちゅうことないやろ。お前らがまたあのメクトガンちゅうやつを出してもうたらな。トリスターさん。はい。ダンさん、僕たちはみんなダンさんのことが心配なのでございます。同じバトルブローラーズの仲間として。だから、もうあんなことにはならないように特訓を続けてるんだ。もう行くぜ。あ、お待ちください。ほっといてくれよ。マルチョ。悪い、今は時間が惜しいんだ。シオン。もし俺たちに黙っていることがあるのなら話してくれ。ダンさん。どないしたっちゅうねん、ダンのやつ。まるで人が変わったみたいや。
ペースの真空アヌビアスとセロンの直接対決の軍配はアヌビアスに上がった。この時点で現在リーグトップの空想ダンマとアヌビアスは同点首位。明日の直接対決を制した方が今リーグ戦の優勝者だ。爆眼界のヒーローバトルブローラーズの空想ダンマと新進気鋭のチームアヌビアスリーダーアヌビアス、優勝を手にするのはどちらか。爆眼インタースペースにニューヒーロー誕生なるか。次の相手はアヌビアスか。あいつは アビリティ発動ドラゴンハードストライカー。アビリティ発動ドラゴンフォースストライカー。いけたか。ドラゴン、まだ完全に制御しきれていないな。いや、少しずつだけどパワーをコントロールできるようになってきてるぜ。ああ、だんだんとコツはつかめてきた。あと一息だ。観客全員に俺たちの特訓の成果を見せてやろうぜ。その様子だとやっとやり合えるみてえだな。本気を出した爆眼バトルのヒーロー空想ダンマと俺がヒーローだって。今は誰もそんな風には思ってねえよ。誰に何と言われたっていいじゃねえか。現にお前は勝ち上がってきた。俺は強いやつがヒーローだと思ってるぜ。それにヒーローってのは孤独なもんだ。がっかりさせるなよ。ヒーローは孤独か。僕たちはみんなダンさんのことが心配なのでございます。もし俺たちに黙っていることがあるのなら話してくれ。ダン、腹が立つよ。うん、いつからこんな風になっちまったんだ。昔みたいに朝から晩までみんなで爆眼バトルがしてよ。なら話をしよう。シュンやマルチョはそれを望んでくれている。ドラゴ、俺たちは自分たちだけで悩みすぎたのかもしれない。マルチョの言っていた通り、あいつらはみんな仲間だ。そうだな、そうだよな。よっしゃドラゴ、明日勝とうな。リーグ優勝して堂々とみんなの前に立とうぜ。そうしたらきっと、ああきっと昔に戻れる。もう少し、もう少しだ。我を解き放て、我に共鳴する者よ。空想ダンマ VS アヌビアス戦、まもなく開戦です。この一戦を制したバトラーがリーグ優勝、栄光を手にするのはどちらか。まさか今さらバトルするのはやめろなんて言わねえよな。いいえ、もう止めはしません。ですがやるからにはバッチリ勝利を収めてきてください。無理はするな。少しでも危険と判断したら俺たちがバトルを止める。マルチョ、あのさ、このバトルが終わったら話がしたいんだ。ダンさん、それってつうわけだから、バトルが終わったらいつもの公園で待っててくれ。ドラゴ、気合い入れるぜ。ああ、必ず勝とう。待ちに待ったこのバトル、
詰めかけた観客もバトル開始のコールが待ちきれないといった様子。この大歓声の中、今双方のバトラーがバトルフィールドに出揃った。アヌビアスだー、今日はみっともねえバトルだけはやめてくれよな。待ちくたびれたぞアヌビアス、決着をつけようぜ。バクガンジオドーフ、ゲートカードセット、爆弾シュート、ポップアウト、ダークオンテルベルガー、爆弾シュート、ポップアウト、いっけー、ノバグレンドラゴナイド、アビリティ発動、デッドエインナイトメア、アビリティ発動、グレーシールド、また守り専門か。なに、アビリティ発動、ドラゴンストリング、そう来なくちゃな。アビリティ発動、トライバルクラッシャー、アビリティ発動、グレーハマー、やりよった。いけます、ダンさん、ドラゴさん、今度はこっちの番だ。アビリティ発動、オスする、ドラゴ、なんだ、フォーススルーは敵爆弾の防御アビリティを発動させなくする。これでもうドラゴはシールドを張れない。何、しまった。さあ行くぜ、ゲートカードオープン、レコードフリーズ、コマンドカードレコードフリーズ、こいつはドラゴがこのバトル中に発動したアビリティを二度と使えなくするってことはドラゴが勝つにはもっと強力なアビリティを使う必要があるってことだ。くそ、やられた。今以上に強力なアビリティを発動したらドラゴのパワーはまた暴走するかもしれない。ですが今のドラゴさんは攻撃を防御することもできません。分かっている、だが耐えろ。パワーの制御はうまくいきかけてる、一か八かやってみるしか。もしまた何かあったらと思うと。無理はするな。どうした、来ねえならこっちから行くぜ。アビリティ発動、デスガーディナーアルファ。何、どうした、このまま終わるのか。それがお前らの本気か。仲間と約束したんだ、俺はそいつらに顔向けできるバトルをする。そうだった、うん、そして堂々と約束の場所へ行く。ん、何言ってやがる。お前ヒーローは孤独だって言ったな。でも俺は違ったんだ、いつでもヒーローは俺じゃなく俺たちだった。俺たちバトルブローラーズがヒーローだ。ダンさん、ドラゴさん、がっかりだぜ。所詮バトルブローラーズってのはただの仲良しチームだったってことか。何、ダン、お前は強い、それはお前だけの強さだ。まだまだ持ってるんだろう、お前だけが持っているお前だけの力を。俺だけの力、見せてみろその力を。力を出せ、お前は。お前がどうして。言ったはずだ、我とお前は表裏一体、その力我が引きずり出してくれる。
どうした、何を見てやがる。お前は何者なんだ。俺は貴様だ。貴様の力は俺のものだ。なあ、なんかおかしくないか。ダン、ドラゴン、俺の声を聞け。うるせえ、俺の前から消えろ。消し去れドラゴン。ケルベルガー、アビリティ発動、デッドリーナイトメア。やられねえ、アビリティ発動、ドラゴンフォースストライク。その程度で俺は倒せ。もっと、もっとだ。お前の力を全て解き放て。ケルベルガてる場合か。行くぞ。まだだ。あれはメクトガンだ。何、どういうこと。ドラゴがメクトガンを。まずいでございます。ベイト、わっしも行くね。面倒なことに。アビリティ発動、フンメルバウラー。アビリティ発動、ワイズウェイブ。くそ。ただものじゃねえな。てめえら引っ込んだろ。こんなバトルでチームリーダーに怪我をされては困る。邪魔するな。アビリティ発動、ドルパンだ。アビリティ発動、ブラウンバンカー。次の戦闘時、解き放たれた。ドラゴン、あかん、完全に人変わっとる。私たちのことがわからないのか。ボルカロン、パワーが桁違いだ。やろう、アビリティ発動、トライバルクラッシャー。アビリティ発動、ドラゴンブレイダー。これがお前の力か。どこどめだ、倒せドラゴン。何、いけません。やめるぞ。ダウン。ドラゴン、そんな俺は。そいつは反則負けにしろ。バカ野郎、
戦。このバトルの結果は勝者アヌビアス、バトルブローラーズダンの反則負けだ。爆眼界のニューヒーロー、ここに誕生。思った以上の力だったぜ。面白くねえ。けれど全ては計画通り。セロン、マグメル様の美しき野望に。ダンさん遅いでございますね。あんなバトルしてもうたんや、さすがに顔も合わせづらいやろ。そんなこと気にせえなんて無理な話やで。わしかてあんな見せられたら、ああもう黙ってられへん。ドリスターさん、ダンは来ないかもしれないな。そんなことはありません。ダンさんならきっとまた立ち直ってくださいます。爆眼と出会ってからずっと僕たちの先頭に立ってきてくださったのはダンさんです。ダンさんもドラゴさんもこんなことぐらいでは決して。Dan và Dragoli rồi. Họ đã biến mất mà không nói một lời nào với chúng ta. Cậu định từ bỏ tất cả mọi thứ và trốn tránh thi đấu sao? Có phải đó là điều cậu muốn hay không? Trả lời mình đi Dan. Và rồi, một thiết bị bí ẩn kích thích sức mạnh quỷ dị của các Bakugan bắt đầu xuất hiện trong không gian Bakugan. Donovan, lại là ông nữa sao? Có phải ông đứng sau chuyện này hay không? Bọn họ đang thi đấu để quy diệt lẫn nhau. Đây không phải là cách mà chúng ta thi đấu Bakugan. Đừng bỏ lỡ tập sau. Khôi phục mình, đội trưởng mới của đội chiến binh Bakugan.